どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今日もやっていきましょう。サクサクセス、今回はファーストを作っていきます。まあなんというかファーストは結構左投げ左打ちが良さげな感じ。一塁手オープンスタンスのな、いやここはクラウチングでしょ。クラウチングの待って、クラウチングの2の、チームは巨人でいきたいと思います。まあファーストって言ったらパワーでしょう。あとはどうしようかな。ちょっとこれ使ってみましょうかね。チヤホヤ、これで何かあるでしょう。いいことが、そう信じて。いやもうガンガンいろんなカードを使ってね、こうこのスランプからの脱却、それを目指して頑張っていきたいと思います。パワー走力特化型だね。弾道がなかなかちょっと上がりづらいのはありますけど、行きましょうか。じゃあまずはここ取って、はい、家でガンダーいいもんくれよ。さあ来いガンダー。なんだ、吹っ飛ばし、美味しいね。結構ありがたい。こっちかな。おい、で、張ってな。うい、ムジパネ様々、赤、赤、青、まあ、いや、青が多いならいいや。赤に来られると困る。ちょ、選手追い詰めて。はい、誰だ？太田選手、パワーアップ。なるほどね、太田選手。ぜひ、新天地でも頑張ってくださいや。で、これ、やる気絶好調にしといて、ゴールかな。まあ、今回のステージは絶好調にするということでね。ステージ2。意外とでも、なんか、このスタンスを変えた方がいいのかもしれない。なんか、この僕の絶好調至上主義、大体絶好調になればどんな選手でも良くなるみたいな。ヘッツスラありがとう。そういうちょっとなんていうか、まあ、僕自身のなんかポリシー的なもんがあるんですよね。だからそこにでもなんかこだわるのも違うのかなっていう気がしてきたんです、最近。割となんかもっと大事なことはあるんじゃないかみたいな。ゴールっていうことなんで、まあちょっとこっから、いろいろ考え直さなきゃいかんところもあるのかなと思います。そうすればね、おっと宝箱2つ、しかもこれなんか不安になりますよね。宝箱 2,3 個なんかフィールドにあると外れるんじゃねえかなみたいな。宝、おっしゃおっしゃ、オッケーオッケー。お宝ザクザクステージみたいな感じで流し打ち、いいね。で、おい、総力アップ、まあいいでしょうね。おかげさまで結構いろんな人がいるから、とりあえずはこれパワーも、これ幽霊には会えねえか。まあいっか、そこはちょっと。これはじゃあゴールで、まあ絶好調のおかげでほどほどには良くなってますね。ただ弾道だ、弾道。ステージ4、選手にやって弾道どうにかするしかないな、こうなったら。下、はい、誰だ、長野選手、総力アップ、お、広角打法、流し打ちに広角が美味しいかもしれない。で、おい、吉川選手、補給アップ、はい。で、立岡選手、はい、立岡か、立岡じゃねえわ、タピオカみたい。よいしょ、カーレンさんとは、1、2、3、奇数マスだから多分無理。四つ葉のクローバー、これは美味しい。で、もう、はい、これはどうだ、宝箱。ね、行きたいな。でも俺ステージ4だよな。どうしよう。行こう。こっちは行きますよ、せめて。はい。さあ、来い。ミートアップ。あとは守備力なんだよな。ただこれ、向こうの宝箱取りきたいんだけど、ちょっと、赤も多いし、カレンさんもいるしということで、これやだな、野球マン来そうだな。5で来てほしいんだよな、ステージ。おお、大回復。あ、大回復でワンチャンあるな、これ。1、2、3歩。よっしゃ、もらった、これは。はい。オッケー。まあ、ほどほどに体力回復して、こっちも取っ、今来ちゃったよ。なんで今来るかな、残念ながら。もうこうなったら、よっしゃ、宝箱、まあ、ついでに宝箱取り行っちゃおう。はい。守備超人年。で、野球マン、野球マン、野球マン。よーし、会えた。はい。赤も無駄に踏みましたが、まあ結果オーライなのかな。ちょっと帰りきついぞ、これ。で、こうかな。で、これ下行って、で、ゴールと。ここまで来ると弾道を上げたいですね。この能力だったら2ぐらいか、気持ちいい。おー、キャラクターワイワイ。チヤホヤにキャラクターワイワイとなるとなかなかな。で、弾道が2と。見栄えが良くなりましたね、だいぶ。はい。はい、ミートは大事、シャッフル。パワーでパワーと。上に行こう。はい。選手もいるしと。ギャレット。総力がすごい。やばい。チヤホヤか。ムジパネ様。はい、輝く。3にシーチャを。はい。ここぞというばかりに上げときますね。うわ。こっちか。ほい。なあ。吹っ飛ばしもなくすか。唯一の希望。はい。なんだ。総力昇進で総力が AA か。あとパワー強化し、ノリノリで、1、2、3、4、5、6、7か。まあ、とりあえずパワー上げて C にしといて、で、帰り道選手に会えると信じて、
会えるでしょう。あれ嘘、1,2,3 とか。じゃあはい、1,2,3、終わったー。結果的に走力めっちゃ、なんか最近足の速い選手ができやすいな。まあでもまあ使える選手って言ったら使える選手なのかな、ほどほどに。だファーストが足速いっていうのはあんまイメージが湧かないというか、過去にいたのかな、そういう選手もしかしたら。ちょっともしなんかそういう人がいらっしゃいましたら教えてください。はい、じゃあこれで完成と。あ、でもまあそっか、あ、でも走力 A が良かったかもしんない。内野安打丸にヘッドスライディングだから、内野安打打ちやすいし、しかも流し打ち得意だから、これはいい選手なのかもしんない、特殊能力的にも。というわけで、じゃあアップロードしておきます。番号こちらになります。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。俺のバギーをマリカーと言わんでくれ。通称危ない危ない、ちょっと逃げる、落ちろ、やめろ、危ない。あー、なんでランケーブ切れんねん。あああ、これあかんやつや。あ、でも俺のこと言うの、残ってる。あ、危ない、おわおぉ、ウカに当たって止まったな。なぜだなぜだなぜ俺がこんな目に